吉田正尚さん、MLB1 年目のオフに予想だにしないことを訴える。吉田は渡米1年目の今季は、打率でア・リーグ5位と上々の成績を残した。現在はオフを満喫中だが、なぜか地元福井での、土佐回りに余念がないという。背景には、吉田ブランドをアピールしなければならない、切実な事情があるようだ。吉田は今年、福井市内に寿司店をオープンさせました。実は、夫婦二人三脚で出店したこのお店が全く流行っていないのです。吉田が地元有力者のもとへ馳せ参じたり、熱心に地元イベントに出席して、顔見せをしているのは、お店の宣伝も兼ねているというわけです。飲食店やって、単価引退してからやれよそんなもん。毎年20億円年俸もらってて、出資や投資でもなく、自らこんな商売する意味あるのかね。ソース読んだら、資産運用のつもりらしいぞ。言うほど、地元に寿司屋出すのって、資産運用になるか？福井なら近いから行ってやろうと思ったけど、めっちゃ高いやんけ。1万6500円と3万3000円のコース2種類のみ。福井でその価格はおかしいよ。アメリカでやった方がまだ儲かりそう。日本じゃ寿司屋なんて山ほどあるし。こんだけもらってても税金で取られる。額見たら、なんとか抵抗したくなるんやろか。